よろしくお願いします。今日の政治です。この1階のこのお部屋は、はい、家賃滞納されてたんですよ。これぐらい滞納、はい、2年半です。え買いたいってどうやかるか分かりますか。全部500万とか600万とか意外と100万円延滞。えでこの物件は僕2400万ぐらいですか。はい、まあ、4000万ぐらいで業者さんが手を挙げるであろうと。闇沢浦和の激ヤバ不動産講座。意外とあの人気なこのコーナー、あの普段はですね話せないちょっとお得な不動産情報をお届けします。で本日は超大物ゲストに来ていただきます。こちらの方です。よろしくお願いします。今日の政治です。はじめまして。いやはじめまして、ありがとうございます。よろしく。ありがとうございます。三浦の物件なんか最近購入されたとかね。あそうなんですね。よくご存知で。いや精通しておられますね。はいはい、もう不動産に関しては私今チェックしてますんで。ありがとうございます。で今日はですね、はい、これあの立ち退きって聞いたことありますか。立ち退き聞いたことありますよ。立ち退きが決まってる物件やから安いんですとか、はい、はい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 、聞いたことありますよ。ありますよね、はい、そんな立ち退きが終了してほやほやの物件がこちらなんですよ。これはい、へえ。ということで立ち退きとかっていうとなんかちょっとトラブルがありそうですけど、はい、なかなかいろんなドラマがあるんですよ立ち退きって。そうですよね、はい、その辺をちょっと本当のもう裏側をちょっとご説明したいなと思います。はい、大体こう落ちてる本とかでね、ええ、そこにどういう人が住んでたかが分かるんですよね。文学作品ですかこれは。まあそうですね、有働さんの。有働、あの NHK の NHK の方ですか。あ NHK のあの有働さんの書かれた本なんですね。まあそういう方、あとこれ将棋の番ですよね。将棋ね、はい、これ本当は全部のけなきゃいけないんですけど、うん、置いてきました。この1階のこのお部屋は、はい、家賃滞納されてたんですよ。あら、ここでちなみに家賃いくらやったんですか。これ4万3000円です。4万3000円をどれぐらい滞納、はい、2年半です。え更新してから滞納が始まってずっと次の更新まで払わずに2年間。それって可能なん。可能です。なんで出ていけって言われへんの。いや居住権ってのがあるんですよ。え居住権、保証人の方に、うん、その家賃滞納分を払ってっていうか、まああと保証会社っていうのをもし間に入れてれば保証会社が大弁済してくれるんですけど、今回あの保証人の方は、まあ後で話しますけどお姉さんがお隣に住まれてて保証になっていただいてて、でまあお姉さんもちょっと弟の分払いたくないみたいなので、2年間か。60代です。60。ああ終わったな。もうでもな、でも鍵が2個あって一応セキュリティはすごい万全。この人3つ鍵つけてましたけど、いや入ってこれないように。あそういうこと。お金回収来るじゃないですか。あなるほど。中の部屋が傷むじゃないですか、はい、でも直してくれって連絡来たんですけど、家賃払ってよってなりますよね、はい、それで自分で結構ガムテープで修繕してたっぽいですね。あ東京の、まあ、この東京 の、 その男性の単身者の生活保護だと5万3700円なんですよ。なるほど。そこまで出るんですよ、うん、なのでこの方はあの、まあ、最終的に出ていく時には生活保護を受けてここよりもよりグレードのいいアパートに引っ越していきましたね。これあのちなみに昭和43年築なんでもう50年超えてるんですよ。なのでこれは大変。和式ですね。これは大変やな。これもうただこの状態って結構立ち退きする側にとっては良くてですね、立ち退きするときはこういう状態を今度次のお部屋の人に見せるんですよ。ちょっとだいぶ老朽化が進んでてちょっと建物が壊さなきゃいけないんで、ちょっともうこれ直せないんでちょっと出て行っていただきたいっていう交渉が始まるんですよ。なるほど。その材料として使わせてもらいました。なるほどなるほど。ただまあお姉さんには本当申し訳ないんですけど、隣お姉さんなんですけど、隣と同じこの建物の建物です。へえ。お互いに保証人になり合ってたんですよ。ああもうそれはきついな。お姉さんはでもちゃんとお金払ってくれてたんでお部屋きれいに直してあげてます。あ、それを見よう。それ見たい。
こっちがこっちがお姉さん、はい、あ、全然違うやん。全然違います。あ、綺麗。なるほど。全然だ。お姉さんからするととばっちりですよね。自分は家賃払ってたけど弟が払ってなかったってことで保証人になっちゃったんで、一緒にで次はもう一緒に住まわれることになって。大変やん。もうニュースとかでなんかちょっと喧嘩になったりとかしたら殺し屋になるっちゃうもんね。いや、もうそれはちょっとね、心痛いことになりますけど。そのなあ、うん、まあただ生活保護を受けていただくので。もうあ、そういうこと。生活保護申請も手伝ってあげた。そうです、そうです。ここに役所のここに行ってくださいと。でこういうお話をしてもらえれば大丈夫なんで。だから引っ越し費用とかもでも出るんですよね。すごいな。敷金、礼金まで出るんですよ。へえ。ほんでやったお姉ちゃん広いとこ住めるわ言うて53,700円。まあ2人になるとさらにちょっと金額アップしますけどね。うわ、すごい。でここまでは、うん、お金かかってないんですよ、立ち退きには。まあ僕がその債権を放棄したっていうのはありますけど、うん、で上2つはこっちがお金払って出てもらったんです。 いくらする。あ、もうズバリ1人60万ぐらいですね。2人で合わせて120万。なんでまあ本当ここの滞納した分の家賃と同じぐらいですよ。その人ら2人は家賃払ってはった。ちゃんと払ってます。あ、なるほど。なので新しい、あ、まあ、じゃあ2回いきましょう、うん、新しいその、うん、この手前の方、これ、はい、本当ここほやほやで、え、3日前ぐらいに終わったぐらいですよ。ちょっとこういろいろ変えないんですけど。どういうことなの、午前中どこに電話するの、お前に。いやいや、違います。そんな仲良くないんで。あれか、生きてるかどうか確認の電話を。あ、そうかもしれないですね。ケアセンターにするとか、そういうことやな。携帯は1日何度でも確認する。年配の人が住んでた。年配の方でした、ここも。なるほど。ちょっと物当てるの激しい方だったんですよね。ちょっと、あ、やっぱ地方がもうメモしないとダメみたいな、ね、あ、もうまさにだからこういう、あ、もう本当でも偉いな。そう、ちゃんとメモしてますよね。うん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 。今日はだって俺ちなみに1時間近く遅れたやんか。昨日聞いてたのに、この仕事全く忘れてたからね。この人の方が偉いで。この後まあ別の仕事とかの、まあ記者会見あるんやけど、はい、記者会見、うん、記者発表みたいなのがあるんやけど、うん、まあまあいろいろそういうの考えてのんびり風呂入ってったからね。のわりには早かったですね、そこからのリカバリーは。そう、うん、やっぱな、人間などういうところで成長するかっていうと、そのマイナスをどれだけ少なくするかってことだな。ただいじやこメッセージが小学生が住んではったんですよ。いや、ここも60代の方が。ああ、そうですか。はい、はい、ここもちゃんとね、ここ一番セキュリティがしっかりしてるんですよ。ここ玄関入るじゃないですか、はい、でさらにここに、あ、ほんまや、はい、なんでここが本当のメインの玄関なんで、こう、ここつい昨日立ち退きが完了したばっかりのお部屋です。あ、やっぱ綺麗やね。綺麗です、綺麗です。これはさすがに女性？男性です。男性、男性です。ここでもう残置物は最後のお部屋だったんで、うん、もうこっちも早く全部明かしたいんで、もう多少大変なものは置いてていいですよって言ったら結構置いてきましたね。せいさん、解体費ってどれぐらいかかるか分かりますよ、これ。これアパート4個口壊すの解体の値段知らん。どれぐらいかかるんやろ。俺がなんかやられてましたね、不動産でやってた時の見積もり、うん、不動産ってビルを解体する時に見積もり出してもうた時が1200とかやったかな、うん。ここ木造なんで、うん、まあ大体建物100平米ぐらいです。全部で500万とか600万とか、そんな行かないです。あ、そう、はい、意外と100万円単位。え、これ全部壊して150万ぐらいです。あ、そうなんや。固まりました。へえ。だから1日で終わるんや、こんなもん。いや、1日じゃ終わんないですけど、さすがに土きれいにしなきゃいけないんで、だいたい最初重機でちょっとずつ壊していくんですけど、うん、このこっち側すぐ民家あるじゃないですか、うんうんうん、こっち側は手解体になるんですよ。はいはいはい、はい、手で、はいはいはい、隣傷つけられないんで、はい、だから先と手解体入れるとやっぱり2週間ぐらいでもかかっちゃう。あ、でも2週間で150万ぐらいでやると解体は何本も儲からへんやん。
今ねトルコの方がやってますね、ここの業界は。今日もそうだった。あ、そうですか。うん、俺遅れてタクシーで来たんやけど、はい、神奈川沿いで解体してるとこがあって見てたらもうみんなそっち中東系の顔の人で、なんかそっち界隈で広がってるんですかね、日本で稼げるぞみたいな。いや、あれは違うの、ドバイが落ち着いたからみんな日本に来たんじゃん。あ、そういうことですか。もうドバイの開発が終わったやろ。さすが世界を回ってらっしゃるんで。いやでもそうそうそう、いやでもな、俺たくましいなぁ思って、よその国行って言葉を覚えて重機のオペレーターの免許取ってできる。いやいや、すごいことですよね。でけへんやん。で、まあ120万の債権放棄、はい、240万、240万、まあ400万ぐらい、はい、はい、でこの物件は僕2400万ぐらいで買ってるんですよ。はい、高っ。この状態で、まあ、東京の大田区なんで土地20坪。ああそうか、土地も込みで、はい、込みで2400万、はい、2800万、はい、解体しまして、まあ、4000万ぐらいで業者さんが手を挙げるであろうと、もう当たりはつけてます。実際どうなの。実際購入申し込みが入りましたね。やっぱ今都内結構土地の奪い合いなんです、各業者。あ、そうですか。でここ壊して新築の家が建つと思うんですよね。で7000万ぐらいで売られていくのかなっていう。あ、なるほど、そういう予想、はい、でも小さいお子さんおったらここちょっと住むの怖いな、車。あ、まあ、なあ、そうですね。ただこう一応角地なんですよ、わかりました、この市道があるのがこっち側に。なのでまあそっちをメイン建て方、はい、うん、やるでしょうね、うまく。へー。ということで誠司さん、三浦の方も、うん、あれですけど都内も時々こういう感じで物件巡りありますんで、うん、また遊びに来てください。まあ、いや、ぜひぜひ、面白い。次はちゃんと30分前に来る。ああ、もう毎日携帯見ることっていうの。いや、今日は本当に勉強、はい、こんなタイムリーなことないな。なあ、本当教えてくれましたね。教えてくれましたよ、携帯は1日何度でも見ることだ。よろしくお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いいたします。さよなら。